生放送でお送りしている明日のカレッジ金曜日、まあ11時になりましたね、お届けしているのは武田さてつと高坂理香です。あれちょっともう一回やってみようかな。生放送でお送りしている明日のカレッジ金曜日、担当しているのは武田さてつと高坂理香です。あれあの生島企画室所属、はい、昨年の9月までアクションという番組を私と担当していた、そして月曜朝4時から5時までミュージックスを担当している、まあシャイニングマンデーでございます。あの高坂理香さんがいらっしゃってましたけど、はい、なんでいるんですか。佐哲さん、こんにちは、こんばんは、ね、お元気でございますか。元気です。あの婚姻届の承認にねサインをして以来なので、はい、半年ぶりそうですね。はい、お元気そうで。ちょっとお仕事で赤坂に来ていまして、いやこれはだから僕はあのなんか水曜日ぐらいにねスタッフの方から、はい、金曜日に高坂理香赤坂にいるというふうに、まあ高坂サイドから連絡が来てると、はい、なのでそのなんか金曜日に出るのがいいんじゃないかということで、ねえ、なんていうかあのまさかあれですよ、よくほら大物ミュージシャンがちょっと焼肉屋行きたいからあそこを抑えとけみたいな感じで、大阪にか赤坂に行くからちょっと抑え時間抑えとけみたいな感じで現在に至ってるんですけど、そんなことはないんですけど、佐哲さんに会いたくて。あ、そうですか、ありがとうございます。ちょっと寄っちゃいました赤坂に。用事すごいよね、だって用事があるからって番組に出られるというこのブッキング力というかね、まさかの、ミュージックスもね朝4時から5時聞いてますよ。今週の放送ではあの皆さんなんか悪夢といい夢どっちが好きですかみたいな私は悪夢の方が好きです、なぜなら起きた時に悪夢でよかったって思えるからですっていうような、やっぱりあそこで今お一人で喋ってるから、はい、突っ込む人が誰もいないんですよね。そう、放牧状態という放牧状態なんですよね。よく言われます、はい、あれを朝4時から聞いて生島ひろしに続いていくと1週間で使う体力の 1,2 割取られるんですよね。あ、そうですか、そんなに取られます。作曲家の服部良一さんと特集をしてね、はい、散々曲が流れた後に、うん、服部良一さんの曲についてはは何も言わずにレコードの音声ってなんかレトロでいいですねみたいな、はい、曲の内容じゃねえだろうというのを喋ってらっしゃってね、いやびっくりしましたけれども、そんなところまで聞いていただいて、私も毎週聞いております、いやいやいや、どうですか明日のカレッジは。言われると思ってちょっと、それ言われるでしょうよ、考えてきましたか。この人がね考えてくるとろくなことないからね。いや佐哲さん相談コーナーとかやった方がいいと思いますよ。先週聞きましたか JN2 の、はい、僕がやりたくない仕事一つあったら人生相談って言ってたじゃないですか。はい、いい相談のね聞き方で、だから上から目線ですいません。いやいや目線はいつもあれと上からですけど、いいんですけどそれはね。あの、土屋レオさんの回、はい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 、私結構刺さってて、問題は、はい、ちょっとヒリヒリしてましたけどね。なんかあれを一番印象的だったと。はい。どこが印象的だったんですか。いや私にも刺さったんですよ、レオさんにかけている佐哲さんの言葉が。レオさんに僕は何を言ったかと言ったら、あのレオさんの本音はどこにあるんですかみたいな話をしましたよね。あ、そうそう、命削ってないっていう。そこだけ切り取られると本当にまあ毒素が強いですけど、命削ってないって言われた。なんか万人受けすること を、なるほどね。まあ、それは土屋さんがそういうのも目指してらっしゃるってことは言ってましたけど、高坂理香さんもそうだと。そうしていると、うん、なんて言ってたんだっけ、あの、ほら、自分で感想を考えてきたんだったらある程度のハイライトをやってほしいですけど、ね、あの限定的なんて言うんですか、もうなあなあになっちゃうから、そういうのはどうなんだろうっていうことを私も考えるようになりましたね。もうちょっと感想としては弱いというか飛んじゃった。全体像が文章にしてメモに書いてきたのにな。その文章は持ってきてないんですね。そうなんです、ちょっと忘れちゃった。そうですか、そうなんです。万人受けする言い方はちょっと控えようっていうふうに思いましたね。それであの尖ったミュージックスのラジオになったんですか。違う、あれ万人受けするトークのつもりなんですけど、ね、あ、そうですか、はい、あれあれかなり尖ってると思いますけどね。いやでも、いつも頭の中にはリトル佐哲がいまして、私の中にこれを言ったら佐哲さんにこう突っ込まれるなっていうのをこう一度立ち止まって考えて発言するようになりました、それはだってツッコミがいる人前提での喋りですもんね。そうです、あ、だから放置されてるわけですね、聞いてる方は。そうですね、日曜の朝4時から。そうだ、ちょっとね、軌道修正しつつ頑張っていこうと思いますので、皆さん聞いてください。あ、
ほらメッセージが、あ、なんか懐かしい感じですね。私ちょっと読んでみてもいいですか。いや、アナウンサーですからね読んでみていただけるとありがたいですけど。ご紹介します。ラジオネーム、はい、ナスカの地上絵さんです、はい。TBS ラジオが流れない地域に住んでいます、はい。明日のカレッジは公式 YouTube で聞いていますが、うん、YouTube なので番組内でかける音楽は流れません、はい。砂鉄さんの体温が 0.2 度上がった感じで紹介するヘビーメタルの音楽も無音です。あら、そうしょうがないね。ねえ、うん、早送りすればいいと思うんですが、うん、体温が 0.2 度上がった武田さんの気持ちを無限にもできず、うん、曲が終わるまで無音で聞いています、はい。私はヘビーメタルをたしなんでこなかったので、うん、どんな曲か想像力を働かせるしかないんですが、うん、武田さんの前後の紹介からほう、なるほど、イングベイマルムスティーンは激しくやってるなとか音が聞こえてくるような境地に来ています、うん。ジョン・ケージの4分33秒を聞く、聴衆の気持ちが少し分かった気がしますということですね。思い出しましたね、僕はこの高坂さんのメール読みのあの知らない言葉があってもなんとか乗り越えようとするね。ベイマイルムスティーンです。ということですよね。はい、激しくやってるですって。そういうことですまあでもかつてね、あの高坂さんは、はい、ボンジョビはパンクだとか言ったりとかね、いろんな音楽史を塗り替えようとした経験もありましたけれども、ヘビーメタルはそんなにお好きじゃないですもんね。あ、そうですね、そうですよね。正直ね、頭がガンガンする感じが。そうですもんね、僕あの先週あの、歯をね、はい、あのインプラントにしたっていう話をして、はいはい、まあ、その前振りで、まあ、アクション2年前に、まあ、フラッシュモブの部活動の人がやってきてっていう、で、はい、で、あのフラッシュモブの人たちがすごいハイテンションでこっちがハイテンションになれなかったんですよって話をして、まあ、当時の写真を振り返ってみたら、はい、まあ高坂さんハイテンションでしたね完全に学生側にいましたね、そちら側の人間ですね。そちら側に、そうですよね、はい。一応これ流れなんで、あのまた、あ、メタルかけてもいいですか。やった、はい、やった、だって佐藤さんの選曲コーナーです、まあ、ね、事前のちょっと CM でですね、珠玉のメタルをお届けしますというふうに紹介しちゃったんで、はい、珠玉のコテコテのメタルをですね聞いてほしいと思うんですけど、はい、あのブラジルでアングラというバンドがいてですね、そのバンドのボーカリストの、うん、あのあんまり無理に乗らなくていいですよアングラ、まあ、それのバンドのですねエド・ファラスキという人が、はい、まあ、新しい新譜を出しまして、ここのですねドラマーのアキレス・プリスターという人の力強い、はい、ドラミングがたまらないんですよ、高坂さん。ね、です、ドラミング。すごいで、超絶ドラミングでございますよ。まあ、これどうやってプレイしてるんだっていうぐらいのですね、はい、プレイが聞けますのでね、このドラムがすごいということになりましたら、アキレス・プリスターで検索をしてほしいんですが、やりにくいな、これ。それでは聞いていただきましょう。エド・ファラスキーでクロッシーズ。引き続き皆さんから届いたメッセージご紹介しましょう。ラジオネーム、バオバブさん。ちゃんと仕事してますね。一方的な報告シリーズですよ。昨年秋に作った干し柿が干しすぎて、歯が折れるほどの硬いものになってしまい、あら、でも食べ物だし捨てるにも忍びないし、と残ったものを冷蔵庫の野菜庫に入れていました。野菜庫を開けるたびに目に入る干し柿。困っていたら、先日仲良しの友人から、あなたからもらった干し柿、ヨーグルトに漬け込んだら、プルーンみたいで美味しかったわよ、と言われてびっくりしました。私こんな硬い干し柿あげてたのね、と笑いましたが、やってみたら美味しい、友達にあげててよかったです、ということです。干し柿。プルーンみたいに美味しくなるんですって、佐哲さん。ヨーグルト。なんで無言なんですかこの一方的な報告シリーズもね、はい、ちょっと番組内でも定着してきましたけど、はい、面白いですよね。嬉しいですね、でもまああの高坂さんもこういうオチのない話するのね、オチのないなお上手というか一方的なお話をされるのもお得意でしたもんね、はい、そうですか、落としてるつもりではあるんですけど、最近もお会いするの本当半年ぶりぐらいになりますけれど、はいはいはい、最近はいかがお過ごしですか。元気に過ごしてますよ。はい、もうラジオを、うん、より聞くようになりましたね。生活の BGM として。BGM として。はい。勉強になって、もう脳みそが活発になる。
ラジオネーム、木さん、クラスケーノさんです、はい、うん、先日写真家の植木一子さんの日記が読める無料、植本一子さんね、あ、植本すいません、植本一子さんですね、はいはいはい、日記が読める無料メール、うん、短縮営業中に登録しました、はいはいはい、日記の中で砂鉄さんの新刊偉い人ほどすぐに逃げるが届いたという記載がありました。なるほど、うん、うん、渋谷で植本一子さんの写真展に行った時に電車に乗っている砂鉄さんの写真がありましたが、はい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 、どのような関係なのでしょうか。どのような関係なのでしょうか。はい、ぜひゲストに呼んでほしいですということです。まあ、植本さんも長いこと友達でね、ずっと写真も僕植本さんにはたくさん写真撮られてますね、はい、うん、いろんな写真集、彼女の写真集を見ると、はい、あの僕の姿が写ってたり僕の妻の写真も写ってたりとかっていうことがありますけど、非常に仲良くしてますけどね。あ、うん、ゲストにねぜひ来てほしいですね。ゲストそうね、うん、ラジオネームかよこさん、はい、砂鉄さんは MRI 検査を受けたことありますか。あ、それだけですか。いえ、私はないですね何回か受けましたが、うん、検査中うるさいのでヘッドフォンをして音楽をかけてくれます、はい、クラシックが多いのでハードロックをかけてほしいと思っていますということです。確かにそれはそうだ、クラシックよりもね気持ちがこもるじゃないですか。ハードロックですか。ハードロック、検査中ですよ。検査中、小坂さんは MRI 受けるとしたら BGM 何がいいですか、ミュージックス音楽番組担当でしょそうですね、言われてみれば。そうですね、誰よりも音楽に詳しくないと。わあ、どうしよう、待ち伏せかな。待ち伏せ、はい、それ最近覚えたてのやつじゃないんですかバレてるねえ本当お見通しですよね、さてさんって。お見通し、お見通せされすぎですよ、お見通されすぎラジオネームポンタさんです、はい、初めてメールいたします、はい、先週の金曜日砂鉄さんがメタルは健康に悪いというトピックを紹介されていた中で、うん、歪んだギターという聞き捨てならない発言をされていたので、ね、一言申し上げたくメールをいたします。反省してる。ギターは歪んだです、うん、そうですよ。そうか、歪んだギターと聞いた時に、うん、メタルものにあるまじき間違いと、うん、メタル歴33年の私、ふんまんやるかたない思いでした、うん、ということですよ。ギターの音はあくまでも歪んだです、うん、はい、そこのところよろしくお願いいたしますということで、まあ、これは本当に今週1週間ですね、はい、3、4回思い出して落ち込みましたよ。そうですか。なんたることかと、うわ、情けないというふうに思いましたね。歪んだ、もう間違いないですね、もう間違いない、もう間違いませんよラジオネームバーバラさんです。なんかすいませんね、なんかたくさん仕事してもらっていえいえ、ただ赤坂に立ち寄っただけなのに生放送楽しいですね、毎週楽しく拝聴しています。ありがとうございます。私もです。特に番組ラストの澤田大樹記者とのニュース対談が大好きです。はいはいはい。沢田さんは話すときに声が裏返りがちだなぁと思っていたのですが、うん、荻上チキさんのセッションなどでニュースを報じるときには淡々とした口調をしていらして、うん、番組によって結構キャラが変わるなぁと思うんです、うん、深夜だからテンションが高いのか、大好きな砂鉄さんと話しているから盛り上がっちゃうのか、あるいはニュースの内容に怒りを覚えて興奮しているのかもしれませんね。砂鉄さんは向かい側に座っている沢田さんのテンションに引っ張られたりはしないんでしょうかという質問ですね。まあこの沢田さんとのコーナー本当にね、こう、うん、まあ名物コーナーというかもうずっと出てくださってますけど、ね、はい、沢田大樹さんとのコーナーどう見てますか、高坂さんは。うん、なんか楽しいですよ勉強になっても、ああ勉強になるなと思いながら聞いてます本当にこのなんていうか深みのない開始すごいよねスケール感がいや、ただ私も一番楽しみかもしれないです。本当ですか。本当の、はい、あ、まあこれで一週間が終わっていくなというタイミングですもんね、ねちょうどね。そうですね。そこからスーさんのね、ドラマにつないでね。あ、スーさんドラマに、ね、あ、そうですね。そうですね。メール来てますよ。ラジオネーム、某都民さん。生島ひろしさんばりの番組乱入芸で、まさか高坂さんが明日のカレッジに生出演されるとは、久しぶりでとってもびっくりです。はい。まるで一週間早く私にとってのプレミアムフライデーがやってきたかのようです。おー。ちなみに、先ほどの砂鉄さんの曲振り、ミュージックスを担当されている高坂さんから見て、どうだったでしょうかと。まあ、曲振りをね、はい、ファラスキでクロッシーズと聞いてくださいという
まあ、この曲振りがどうだったかというのを、はい、ボートミンさんはジャッジしてほしいということだと思うんですけどね。いや、滑らかで素晴らしいですよ。本当ですか、まあ、はい。高坂さん、そういう曲紹介するときに何か心がけてらっしゃることはあるんですか？いや、曲を事前に聞いてですね、はい、この曲はこういうふうに言おうっていうのはポイントはありますね。しっとりしたのはしっとりめでとか。なるほど。やってます、一応ね。じゃあその、荒井由実さんの待ち伏せだとしたらどういう感じで紹介されるんですか？荒井由実さん？待ち伏せって何、誰だっけ？石川、あら？荒井由実さんだっけ？合ってます？誰が合ってます？僕が合ってます？石川さんじゃないんですか？あ、石川さんですよ。はい。すいません、間違えました。ちょっと紹介してもらっていいですか？ちょっと、石川あゆみさんでしたっけ？石川、誰さんだったっけな？やっぱりこうやってね。ね、本当にもう。覚えのことをこうやって生放送で言うもんじゃないですね。そうですよね。よくそれで行こうと思いましたよね。ねえ、うん。歌えるんですけどね。ちょっとね、歌えます？いいですよね。本当にこのなんていうか、肩をガタガタ。石川ひとみさん。そう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 。曲紹介してもらっていいですか？その曲の気持ちで。石川ひとみで待ち伏せ。お、これはどういう気持ちを込められて？怪しい気持ちですよ。怪しい気持ち。待ち伏せする気持ちで。ああ、なるほどなるほど。そのまんまですね。そうやってねミュージックスを送っていますので、気合を入れて皆さんを聞いていただける、うん。そうですよね。その一曲一曲に。はい、魂込めてます。命削って。命削って。うん。高坂さんが事前に曲を聞いて。そうです。この曲にはどういうあの曲振りがいいかっていうことを考え抜いて。はい。それでは聞いてくださいっていうことを聞いてるわけですよね。そうです。うん。でもあの番組聞くと、うん、もう連続で曲かかって、最後に受けで、聞いていただきましたら、なんとかです、なんとかです、なんとかですって、そんなに表情変わってない時ありますよね。よく聞いてますね。ね、聞いてますよ。ちょっと心してちょっと覗きたいと思います。いやいや、本当に、大阪さんがね、わざわざ、あの赤坂に、はい、寄って、そして、時間も用意しろということでですね、はい、こういうふうに整えたお時間も、はい、もう残念ながらここまでということでございますので、ありがとうございました。また何か機会がありましたら、はい、お越しいただければと思いますし、ぜひミュージックスの方にもよろしくお願いいたします。まあ本当にシャイニングマンデーとプレミアムフライデーをね、はい、いかに私たちの手で守っていくかと。はい。まああのシャイニングマンデーなんか誰も言ってませんからね。言ってますよ、言ってる言ってる。プレミアムフライデーはまだそのネタとして引っ張ってる人はわずかにいますけど。はい。もう私のものになってますね。なってますよ。毎週言ってるでしょ。はい。プレミアムフライデーはやっぱさすがに月に1回しか言えませんから。はい。もうシャイニングマンデー引っ張るような気持ちでね。頑張っていってください。ついてきてください。高坂さんはここまでということで。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。